先週から予約の受付が始まった東京都のもっと楽しもう東京東京。都民の都内旅行を促すキャンペーンで、政府が進める GoTo トラベルキャンペーンと割引を併用することができます。かなりお得に旅行ができるとあって注目されているキャンペーンですが、突然の導入に旅行業者からは困惑の声が聞かれました。正直は急というかですね、やはり準備するっていう時間もかなりわずかだったかなというふうに考えてます。オンライン旅行予約サイトを運営する企業の担当者は、割り当てられた商品の数が希望した商品の数のおよそ10分の1と想定よりも少なく、わずか1時間ほどで売り切れてしまったと話します。一般枠というところで、1500泊で、当初地域では300の、計1800という泊数が、うちの割り当てとなってます。当初予測してたよりも少なかったっていうのもあったので、すぐ売り切れるだろうなと。ただ、実際蓋を開けてみたらですね、1時間16分というような、当日も持たなかったっていうところだったので、そこはかなり影響はあったのかなと。そして商品の割り当て数の通知があったのは販売当日だったということです。割当数が、こちら書面届いたのが、23日の発売当日の11時ぐらいですかね。それまで本当どれぐらい売っていいかわからないけれども、なんとか、その時間に、間に合うようにということで、スタートはとりあえずしようというようなところだったので、それまでは本当に、どうなるのかなという部分も、片や思いつつも、ただやるしかないというか、いう部分もあったので、かなりバタバタしましたけれども、スタートさせていただきました。そして都民からは、予想を超えるスピードで売り切れてしまったことを受け、落胆の声が上がっています。条件が合えば、行ってみたいなと思って検索したんですけど、午後の2時から発売って言ってたんですが、もう午後の7時ぐらいに見ると、もう全然ダメでした。近場でなんかどっか行けたら安くラッキーかなと思ったんですけど、見る前になんかニュースとかでもういっぱいでした、ダメでしたみたいな、そういうの聞いちゃったから見なかったです。ただもっと Tokyo は11月と12月の受付も予定されていて、まだまだ諦める必要はなさそうです。